やっぱ映画館って眠くなる。面白かったな。最後まで起きてられたぜ。この味、温かい母さんの味、思い出したぞ。この隠し味は塩だ。母さんの秘伝のレシピ、しかと受け継いだ。これからも俺は料理に生きる。面白かったな。なんとか眠らずに見ることができたな。しかしいい映画だった。映画の良し悪しに古いも新しいもないんだな。ちょっと感動しちまったぜ。この名画座がなければこの先もずっと見ることはなかったんだろうな。多様化した時代を生きる人たちに昔の映画を通じて感動を与えたい。他にも映画やってるみたいだし、これからもまた時間を作って来てみるとするか。今日はありがとうな、支配人。ってお前が寝るんかーい。